お疲れ様です。今日は15日ですね。これからね、目玉のレッスンに行きます。昨日ね、帰ってきたキャノンのカメラをね、使って撮影しようと思ったんですが、まだね、風切り音対策をね、やってなかったもんですから、とりあえずね、それやってから使おうと思います。もう全然桜が散っちゃってる。でも暖かくていい感じです。じゃあ行ってきます。はい、お疲れ様です。本日のレッスンも終わりまして、ですね、お土産をいただきました。なんかね、下高井戸の有名なお肉屋さんのコロッケとメンチカツらしいです。おお、美味しそう。おお、こちらです。どれがメンチカツでどれがコロッケなんだろう。おっとおっと、はいはいはい、はい、じゃあコロッケいただきます。なんか小さい方がコロッケってちょっと見た目では分かんないけど、これソースあった方がいいかな。食べてみたからね。なるほど。じゃあいただきます。うん、おいしい。メンチカツコロッケから食べないとダメ。でもね、分かんないんだもん。じゃあおそらくこれがコロッケだと思います。いただきます。あ、コロッケおいしい。味がしっかりあるね。うん、おいしいです。うん、おお、来た来た来た。カメラ直ったよ、マロ。どう？ダメ。カメラ怖い。うん、うん、おお、おい、はい、はい、マロ、はい、追って。やるんだね、その位置からでも。はい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 、おい。おい、マロ、カメラ直ったよ。はい、終了。はい、こちらにですね、風切り音対策のモフモフをつけていきます。それを細かく貼っていかなきゃいけないの？うん、マイクを塞がないようにやってんの。これをね、あとはカットします。よし、できた。お、ビニーカリウタ。カリウタって書いてるやつ。カリウタ、なるほど。日程を決めようか。じゃあ、アコギどっち持ってこうかな。どう思う？ちょっとこうエロい音にしてるんですよね。エロい、エロい、やっぱ大人っぽいって言えばギターみたいなとこあるじゃないですか。その辺はよくわかんないけど、いつも使ってる方の方が多分暗い感じというか、まあ甘い感じにはなると思うね。ああ、なるほど。両方ですかね。え？3本は持ってけないよ。だってその前に俺髪切るっつってんだろ。だって前もってケイちゃんとこに楽器を持ってっとけばいいね。そんな面倒くさいことします？でもこのアルペジオなんですけど、すいません、ちょっと話、はい、どういう感じの音色のアルペジオにしたんですか？これはガットっす。ガットか、やっぱりガットとアコギとエレキ持ってきた。それ結局3本じゃん。あ、まあ両方アコギかな、これは。言うと思ったら、俺が行くべきなんですか、これ。もしかして持ち運ぶ数を考えるとこっちに来た方が。確かに話してマイクスタンド2本あったりします。マイクスタンド2本あるね。行きますよ、ちゃんも。言うてもバッグ1つで来るわけでしょ、ケイちゃんは。いやいや、絶対無理でしょ。マイク入れてさ、
もう破れそうな紙袋。ああ、またいつもの、いつものわけわかんないどっかの紙袋を持って逃げて。絶対持ってないから、カバー。じゃあ行くわ。いやいやいや、しょうがないだろ、だってこれは。すごい得じゃないですか、大輔さんのって。いやいや、すごい得ってどういうことだよ。いや、すごい得だな、それは。得ってどういうことだよ、別に。すごい得だわ。それは得とかじゃないだろ、だってしょうがないじゃん、ここに機材があるんだもん。やりましょう、じゃあ、行きましょう。じゃあ、17で。はーい、失礼します。はーい。はい。というわけでね、ケイちゃんのレコーディングが17日、あさってだね、急遽レコーディングが入りました。今回はアコギが結構メインということです。よし、じゃあジム行ってきます。ジム終わりました。ジムから戻ってきまして、今ちょっとね、ライブ配信後のクニさんと繋がっております。はいはい。おー、違う、すごい。かぶってんだよ。俺今日一日これだったの。お疲れ様でした。ライブ配信面白かったです。ありがとうございます。ジムで見れる YouTube 見れる見れる。 iPad 持ってってるから。ああ、なるほどね。いつもそこで Netflix とか見てんだけど、もう見終わっちゃって、ドラマが、うん、そしたらクニさんのライブ配信やってるから、それ見ながらね、もうおっさんがおっさんを見て、なんかこうニヤニヤしながらずっとこうやってエクササイズして、なんだこいつみたいな感じだったけど。はい、お疲れ様です。ですね、今ねクニさんとずっと電話で喋ってたんですけど、ずっと見てた Netflix のね、サルベーションっていう Netflix オリジナルのドラマがありまして、それずっと見てたんですけど、今日たまたま終わっちゃって、でジムに行って、あれもう見るもんないなってなって、でそしたら YouTube 見てたら、クニさんがねライブ配信してたんですよ、台湾から。でクニさんっていうのは、まあ自分の LA の時のまあ同級生だったんですけど、でクニさんはね台湾動画をねYouTube でやってて、台湾を紹介する動画なんだけど、で今台湾にたまたまいてライブ配信やってて、でそしたらね、クニさんもね同じ T シャツ着てて、まあこれそもそもクニさんのスロースっていうねコーヒー屋さんの T シャツなんだけど、それ着てて、そんでライブ配信の時もね、ちょっと何回かコメント入れて、そんでずーっと自分はこう運動しながらクニさんのライブ配信をずっと見ててね、そんで終わって帰ってきて、でクニさんもライブ配信終わってたから、ちょっと電話ずっとしてて、なんか明日クニさんは30キロ歩くとか言って、台湾を30キロ歩くってどういうことなのみたいな、歩けんの30キロなんて。ジムで自分がこうジョギングみたいな感じのやつやってんのも、1時間で 6.6 キロですから、あんまり速くないんですよ走ってんのは。歩いて30キロでしょ、6時間ぐらいかかるんじゃないの？大丈夫？なんか明日しかも朝早いとか言ってて、そもそも自分がこの毎日やってるこの Vlog っていうのも、クニさんが教えてくれたし、クニさんが大輔もなんか YouTube やった方がいいよっていう風に言ってくれたから、じゃあやってみようかなってなったし、で最近だったらそのレッスン動画あげましたけど、ペンタトニックスケールのレッスン動画作りましたけど、それもクニさんのアイディアで、大輔はレッスン動画やった方がいいってクニさんが言ったから、自分もそのレッスン動画やろうっていう風になったし、すごくね影響を受けてて、自分にとってはクニさんからのね。で、クニさんはね、もうすでに登録者1000人超えてますから、1300とか言ってるんですよ、今。すごいよね。まあ、クニさんの動画ってその台湾を紹介する動画なんだけど、いろんなスポットをクニさんが巡って、こういう場所があるよとか、ここに行くにはこういう、なんていうの、交通機関使ってとかね。で、最近クニさんがこの Vlog スタイルをまた始めてね。で、自分にとってはね、クニさんずっと知り合いだから、だからその Vlog スタイルっていうのは、自分にとってはすごく見てて楽しいんですよ。もう、クニさんが別に台湾の紹介をしてなくても、なんかクニさんが映してる風景とか見るだけで、一緒にこう、旅行してる気分になるし、それだけですごい見てて楽しいのね。で、自分の動画も、なんていうか、自分が毎日起きてることを、なんていうの、映してる動画だから、なんかテーマがあって喋ってるわけじゃないし、知り合いの人だったらね、それなりに楽しんで見てくれるのかもしれないけど、自分の動画も。でも、初めて見た人が、なんていうの、楽しめるかっていうと、多分そうじゃないと思うのね。で、そういうのをね、クニさんと今日も喋ってて、もう一個なんかレッスン動画をやってみようかなとかっていう気にもなったし、知ってもらうきっかけを作るっていう意味でね、
普段やってる Vlog ではなくて、ちょっとこうテーマを絞ってなんか動画作ろうかなっていうような気持ちになったというかね。国さんのアドバイスっていつもなんか的確だから。でもレッスン動画はね、ちょっと褒めてくれたんですよ。嬉しかった。国さんずっと先を行ってるから、もう自分にとっては。だから国さんは国さんでまたこう悩んでることがあってね、挑戦しようとしてるから、すごいまたそれにちょっとこう刺激を受けてね、自分もちょっと頑張ろうっていう風にまたなったんだけど、興味があったらね、国さんの台湾動画ぜひ見てみてください。面白いですよ。国さんのキャラクターがそもそも面白いから、ぜひ国さんの動画もね見てみてください。はい、じゃあ今日はこの辺で終わろうかな。結局国さんの話になりましたけども、そういう人たちとね毎日やってますよ。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様です。また明日。